ミア・ロデールズ・セント・ジョンは、アメリカ合衆国の女性プロボクサー、総合格闘家。他にテコンドーチャンピオンモデル、実業家の顔も持つ。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。カリフォルニア州立大学ノースリー事校では黒帯を獲得するなど、テコンドー選手として活躍する一方、学費を稼ぐためモデルの仕事もしていた。卒業後の1九十一年。 俳優のクリストフセント・ジョンと結婚。一男一女を儲けるが、1995年離婚。プロボクサーとしてのデビューは1997年2月14日。29歳と遅咲きであったが、1回54秒小勝ちでデビューを飾る。そこから、ザノックアウトのニックネームをもらう。その後、ドンキングのプロモートを受け、オスカーデラ・ホーヤの前座で戦い注目を集める。 23戦で22勝1分けと無敗を維持すると、共に12個を量産する。だが、2001年に、キングとの契約が満了になると、11月9日のドランデ・アンドリュース戦で、まさかの2回 TKO を喫し、ボクサーキャリアとして、初の敗北となった。これを受けて、新トレーナーの下で再起を図り、4連勝。4戦目は TKO 勝利となった。 そして2002年12月6日、女子ボクシングのパイオニアであるクリスティ・マーチンと対戦。結果は0から3の判定負け。2003年9月19日、後の WBC 女子世界王者、オリビア・ゲルーラと対戦。結果はドロー。2004年4月15日、後の WBC 世界王者、ジェシュカ・ラーコーチと戦い0から3の判定負け。年月日に、 再戦も今度はニッキコ負け。2004年6月12日、リズドリューとのアイフバ世界ライト級タイトルマッチに挑む。3から0判定で静止デビュー8年48戦目で、念願の初タイトルをダッシュした。2004年8月20日、北京でドナビガーズを退け初防衛。しかし、2004年12月8日、ホリーホルムに三者フルマークで破れ王座陥落。 2006年4月1日、シェルビー・ウォーカーを3回 TKO で下し、再起に成功。6月23日に、ゼレーナ・ムルジェノビッチとのウィーブフ王座決定戦に挑むが、判定負け。続く2007年2月9日のジェイミー・クランピットとのイーワブフ王座決定戦も敗退。2008年6月14日、エイミー・ユラトバックとの WBC 女子。 インターナショナルウェルター級王座決定戦に2から0で勝利。続く12月20日にダリー・スパルドに勝利して WBC 女子インターナショナルライト級王座を奪取。WBC インター2階級制覇達成。2009年4月4日、ブルック・ディアドルフに敗れ WBC インターライト級王座陥落。2010年3月20日、アウェーのドイツで ローライルハラビノモツビバウィブフライト級王座に挑むが5回、TKO 負け。小負けは5年ぶり3度目。10月16日、再起戦として、タミー・フランクスに判定勝利。2012年8月14日、空位の WBC 女子世界、スーパーウェルター級王座決定戦として、クリスティ・マーチンと10年ぶりのリマッチを果たし、3から0判定勝利でリベンジを果たし、 WBC 王座も獲得した。女子ボクシング史上最年長で、男子を含めても、バーナード・ホープキンス、ジョージ・フォアマンに次ぐ、第3位となる45歳1ヶ月での、世界王座ダッシュとなった。試合後、両者とも引退を表明した。2012年11月10日、ティファニー・ジュの相手に防衛戦を行うが、0から3判定で敗れ王座陥落。 2013年4月13日、WBA、WBC、WBO 女子世界ウェルター級王者、セシリア・ブレイクフスに挑むが3回 TKO 負け。試合後に引退も囁かれたが、後に否定し、再起へ向けて、トレーニングを再開した。2014年5月17日、ビバ世界ウェルター級王者トリー・ネルソンに挑むが2回 TKO 負け。 2016年4月16日、リサルイスと対戦し、4回 TKO 勝ち。この試合で現役を引退した。2018年8月、現役時代に20試合ほどで、スタノゾロール、ナンドロロン、オキサンドロロンなどのアナボリックステイロイドやマスキング剤、減量剤を使っていたことをインタビューで告白。ボクシングで蔓延していることは、 どのボクサーも知っているのに陽性反応が出たボクサーを、ボクサーがけなしているのが嫌い、正しくないことは分かっていたが、ジムや、キャンプや、スパーリングパートナーなどあらゆるところで、蔓延していたので置いていかれないように使わないといけない気持ちにさせられた、すべてのボクサーではないが、多くのボクサーが使っているのを見てきた、ドーピング検査を逃れる方法はたくさんあるので、 陽性反応が出ないからと言って使っていないことを意味するわけではない、など語った。ありがとうございます。